どうも、エルザです。それでは、ウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて、今回はメインミッションですね。ブラッディ・メアリー・ケリーやっていこうと思います。さあ、これでケリーを一回仕留める感じになるのかな？さあ、入ろうか。ラウ警部補から連絡がありました。ブリーフィングの準備が整いました。さあどうなるかな。まあね、身内がやられてるからね。メアリー・ケリーはロンドン最大の犯罪組織クラン・ケリーのリーダーです。名前通りですね。以前のボスが姿を消した途端、彼女に関わる者が姿を消し始めた。敵も友も家族もね。で、ブラッディ・メアリーって呼ばれてる。メアリーは早い段階から暗号通貨を採用し、ビジネスをネット上に移行しました。現金の痕跡が消えれば、密輸、マネーロンダリング、ドラッグ、全てがやりやすくなる。彼女一人でロンドンの組織犯罪を近代化したの。自分を無敵だってそう思ってる。いい例があのファイルにあったわ。ダーラ・コビントン19、サーシャ・ハダド28、ラデク・ストクビチ24、全員消えた。近頃は優秀な部下を見つけるのも楽じゃないのよ。やる気ないの、あんたと違って。自分に価値を見出せないのね。そういう扱いされる時代だから無理もないけど、目的があるっていいわ。もう行かないと。まだ話は終わってない。好意で来てあげたのよ。ああ、その人たちの家族にお気の毒でしたって伝えてくれる？会えてよかった、ケイトリン。見た通り、彼女は取り調べには応じない。でも、気を抜いて饒舌になる場所が一つある。サンドストーンレジデンス。ラウ警部補は、ケリーの本部に仕掛けた盗聴器が、ブラッディ・メアリーを有罪にする証拠になるとしています。サンドストーンは活動の中心地なの。あの盗聴器があれば彼女を逮捕できる。手に入れて、あいつを再起不能にしてみせるわ。オプティックに座標を送信します。さあ、ザビーネだ。ラウ警部補、メアリー・ケリーに正義の鉄槌を下すのはいいが、どうやるつもりなんだ？アルビオンが実権を握る前だって警察はあの女を捕まえることはできなかった。やつは人間を家畜扱いしてるってのに。確かに警察は腐ってる。組織に加わる前からそれは分かってた。でもあそこまで腐敗が進んでるとは思ってなかったわ。確かな証拠をつかめば揉み消されることはないって思ってた。警察が汚職まみれと知っていながら従っていたの？しかもまた同じことをやろうとしているなんて、バカにも程があるわ。今回は法務長官の事務局に証拠を持ち込む。組織犯罪を厳しく取り締まる厳格な人間よ。やり方は違うかもしれないけど、私もあの人たちのことをあなたたちと同じように救いたいと思ってる。なるほどな。ま、どうやるにせよ、もうこれ以上メアリーを逃すわけにはいかない。デッドセックは必ずやり遂げる。それじゃあサンドストーンに向かおう。さあサンドストーン向かおうか。その前に、そうだね、テックポイントなんか使いたいよね。45あるからね。
これと、追跡ドローンをハックして仲間を攻撃させる。あ、これいいね。次これ取ろうかな。の前に、メリケン作。で、なんかチュートリアルが出た気がするけど、いつ出るんだろうね。デジタルナイト、このあたり有料だね。まあ行きますか。ここだね。じゃあファストトラベルしてメインやっていきますか。さあ近くまで来ました。このまま進んでいって、鎮圧ドローンか。さらに置くか。いやー、一応潜入っていう感じだよね。倒すというよりかは。さらに置くっぽいね。この中か。ドローンね。じゃあ入るか。警備は最先端のもので侵入はほぼ不可能です。おバカなメアリーが開けっぱなしにしている窓からドローンを潜り込ませれば話は別ですが。あるね。録音機器は彼女のセキュリティルームにあるわ。たどり着くには通気口をうまく移動すると良いでしょう。はあ？奴はここの人たちを召使いみたいに使ってる。それも無理やりな。それだけでも十分ひどいけど、最後は無理やり臓器ドナーにされるのよ。本当にどうかしてる。最悪だな。助けようがないんだ。まだ結構いるね。セキュリティシステム11、監視カメラか。まだその時ではない気がするな。よし、ちょっと制限時間があるけど、ほう、ダメか。そしたら、外ね。中入っちゃったね。これもな。
吐いて、もう一回。やっぱ外出るね。それっぽいところ来たねと思ったけど、そうでもないな。位置の特定ねー、むずいねー。監視カメラは外だろうしな。電波が届かなくなると、それだったら ってことだよね。無理やり近づくか。僕が見つけたやつは、あ、意外と。あ、やっぱ電波届くもんね。全然違うな。意外と、意外と。よし。よし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 。本来焦る必要はなかったってことだね。よし、これで。さて、どんな悪行が記録されてるか見てみましょうか。よいしょ、いかにも汚い金で手に入れたって感じの場所でしょ。ケリーの奴らは人の不幸を出しにして長いこと大金を稼いできた。敷地内はどこもこんな調子よ。前に中に入ったことがあるとか、そうやってサザーク焼却炉の地下に行き着いたってわけ。決定的な証拠を手にする必要があったから、中に忍び込んで盗聴器を仕掛けることにしたの。そんなこと他の人に頼むわけにはいかない。メアリーが EPC で捕まえた人をどうするかは知ってるでしょ。それにスタッフの服装を再現するのは簡単だった。だから中に入ったの。でも彼女がこっちの操作を把握してるとはさすがに思ってなくてね。記録を残さなければ情報が漏れることもないと考えてたけど、読みが甘かったわ。
仲間の名前を吐かせようって拷問にかけられたわ。きつかったけど警官は仲間を売ったりしない。でも結局あいつは最初から分かってたんでしょうね。そして資格を送った。人をいいように扱って。マイクロチップを埋め込まれなかっただけ運が良かったわね。奴隷になる以上の屈辱なんてない。とにかくそれであの場所に行き着いたってわけ。あいつを許せない理由はたくさんある。でも単に始末するだけじゃ、正義のために一緒に頑張ってきた仲間の努力を踏みにじることになるでしょ。みんなの無念を何としても晴らしたいの。こりゃ大変だね。で、ぐるーっと回って、で、ロック解除。で、下に行かせて、上をはわせると、こっちだね。で、なんかパズル要素だね。こういうの好きだけどね。で、こうだね。念には念を、解除。さあ、つながった。そうだね、別に全部通す必要ないからね。じゃあ戻るか。その中だから、入れ替えて、これスパイダーボットあれだね、自分のじゃない限り二段ジャンプとかできないんだね。はい、完了。やめて、いや。ひどいありさまね。見てよ、なんてことするのを可愛がってあげたのに。奴隷にしたくせに、みんなを。お願い、これを取り出して解放して。で、元の生活に戻るの？そんなにいいこと？あんた、戻っても手に入るのは死ぬまで吸い取られるクソみたいな人生よ。それが望み？マイクロチップが怖いのはわかるけど、商品のことは把握しておかないと。それにキッチンナイフを使ったなんて、傷がついたら商品価値が下がるじゃない。もういや、こんなの耐えられない。そうよね、
でもいいわ、他の道もあるから、そんなに心配しないで。ん？ああ、あんたたちちゃんと見てる？みんなにも伝えといて。こいつの行き先は、みんなを会場に連れて行って販売の準備をして。お任せを。外国の投資家は到着済み、ドローンのプログラムも完了、ゲストに招待状と座標を送る準備はできています。自発的に動いたっていうの、ピーター？とても危険な考え方よ。人間は誤解するし。クソったれ。どうかしてやがる。メアリーは一体どうやってこんな代物を手に入れたんだ？こんな殺人マイクロチップを思いつくなんて、どう考えてもイカれてる。完成させる工程を思うとヘドが出るね。確かに精神的には病んでいるかもしれませんが、極めて知的でもあります。ゼロデイのような集団にはぴったりの逸材、そうは思いませんか？彼女がどの組織に属してようと構わないわ。メアリーは人々を奴隷のように拘束してる。商品としても売りさばいてるようだし、かなり大ごとになってきたわね。マイクロチップはそのためだったの。逆らえば殺して臓器を摘出する。奴らにとって人間は人間じゃない、ただの商品なのね。デッドセック、まずは奴隷のオークションを潰しましょう。そこでできる限り情報を集めるの。場所は招待状に書かれる。まだ出してないようだけど、いずれは。バグリー、ドローンネットワークを監視しな。メアリーが動きを見せたら報告。ひとまず今は待つしかないな。また情報が入ったら連絡するわ。じゃあね、デッドセック。よし、とりあえずエリアから離れるということで、で、反対かい。いやー、だいぶあくどいことしてるねー。なかなかよ。まあでも情報はまず一つ手に入って、その次だねー。さあ、エリアから離れた、開始可能なミッションを見ると、404シークエンスのミッションと鎧の裂け目アルビオンミッションが出てくるわけか。どっちもしないといけない感じがするけど、404の方やっていこうかね、次回はね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。メアリー・ケリーから悪趣味なパーティーへの招待状が届くまでは、本題に立ち返ることができます。ゼロデイの謎を解き明かすのです。彼らの正体、そして爆破事件の責任をデッドセックに押し付けた理由とは何なのでしょうか。バグリー、何か分かった？よくぞ聞いてくれました。AI 名探偵は2つの手がかりを見つけました。当然ながらアルビオンは調査対象となりますが、それ以上に不審な対象がいます。ここ最近、ダークウェブに404と呼ばれるハクティビスト集団が現れました。彼らはただのいたずら好きではないようです。世の中を再建するのに手段を問いません。こうした人々に心当たりがあるのでは。さて、どうしよう。いずれもオプティックにマークしておきました。さあ、新しいチャプター始まったね。ということで、ここまでとなります。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。本日はまたねー。アクティビストネットワーク404だ。世界を変えたいなら歓迎だ。特権を許さない。それが我々の信条だ。ダークウェブで見つけた。最近のイケてる子はみんなハッカーだ。
この404ってのは役に立つかもな。誰でも歓迎するって言ってるし、誰か言ってきないよ。パイプ取り早々利用しない手はないだろう。仲良くすれば共にゼロデイと戦ってくれるかも。彼らがゼロデイかもしれませんが、知る方法は一つです。404のグラフィティが描かれた CTOS ハブのストリートビューを見つけました。過剰に興奮したチワワのように縄張りを主張しているのでしょう。位置情報をマップに記しておきました。はい、ということで今回ここまでとなります。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。